1つです。咁而家俾大家睇睇咧，就係呢一個 video 嘅功能啊。この後のゲームトライアルセッションでビデオプレイヤーも展示しておりますので、5 インチの有機EL ディスプレイの迫力をぜひその目で直接ご確認ください。一瞬間咧喺個示範遊戲嗰部分咧，會再俾大家睇下呢個 video player 嘅功能嘅。咁希望大家咧親眼去感受下呢個5寸嘅有機 EL 熒幕咧，佢個畫面係幾咁靚，幾咁震撼啊！ そして次はミュージックプレイヤーです。ほら、次はじゃあ、これが音楽の播放器だ。Vitaでは音楽を聴きながら写真を見たり、PlayStationストアにアクセスしたりすることができます。咁咧，你可以用 Vita 去一边听音乐，一边睇相啦，又可以一边咧上呢个PlayStationStore。PS3 やパソコンから簡単に音楽ファイルを転送していただけますし、 Vita は音の良さにもこだわっていますので、 Vita をお持ちの方にはこういった基本的な機能についてもぜひとも使い倒していただきたいと思います。 咁咧用你可以用 Vita 咧好簡單咁樣咧，就將你 PS3 或者電腦上面嘅一啲音樂嘅檔案咧，就擺去 Vita 入邊啦。咁因為 Vita 咧本身個音樂嘅播放嘅質量質素咧都非常之好噶，咁所以咧希望咧大家如果有 Vita 嘅話咧，就好好咁樣去運用呢啲咁好嘅功能。好啦，跟住會為大家介紹下一個叫 Welcome Patch 嘅功能。 웰컴 파크는 비타 기본操作や様々な機能を楽しく体験できるアプリです。 웰컴 파크는一個應用程式嚟嘅，係俾大家去學下同埋體驗下咧點樣去操作 비타 呢一部遊戲機。リアタッチやモーションセンサーなどたくさんの新しい入力を備えた비타を 웰컴 파크の5種類のアプリを通じて楽しく学ぶことができます。 咁喺《Welcome Park》入邊咧，就準備咗有5種嘅應用程式啦，咁可以俾大家去學下點樣用，譬如一啲動態感測啊，或者 Real Touch 等等呢一啲 Vita 新嘅功能。今日は Hello Face というアプリをご覧いただきたいと思います。好啦，咁而家會為大家示範係一個其中一個叫做 Hello Face 嘅應用程式。身の回りにある顔に見えるものを探して Vitaのカメラで撮影してみてください。 好啦，咁咧你要揾下你身邊有冇一啲好似一個人樣咁樣嘅物件啦，然之後咧就用 Vita 個相機去影低佢。例えば電源タップ、これを撮影してみると，譬如啦，好似一個插蘇咁啊，影咗之後咧，佢就會變咗做好似一個人嘅樣咁樣噶咯。顔になりました。嗱，已經變咗做一個樣，一塊面啦。この Hello Face を通じてみると、電源タップがなんと喋り出すんです。 系啦，咁用呢個 Hello Face 咧，呢個插蘇都好似識講嘢咁樣。このように初めて Vita を触る方でも Welcome Park を体験することで迷わず Vita を使えるようになります。咁樣咧，有咗呢個 Hello Park 咧，就算有咗呢個 Welcome Park 咧，就算係第一次去用 Vita 嘅人咧，都應該去好容易去學習到點樣去操作呢個 PS Vita 嘅。では Welcome Park からライブエリアに戻ってみましょう。好啦，咁我哋而家離開 Welcome Park， 翻去 Live Area。 ライブエリアの下の方にはコミュニケーションゾーンがあり、フレンドのアクティビティが並んでいます。Live area 下邊咧就有一個 communication zone 啦，咁會咧顯示你啲朋友嘅一啲活動嘅。同じゲームを遊んでいるフレンドがベストタイムを出したり、トロフィーを取得したりすると、このようにアクティビティが自動的に表示されるのです。係啦，咁會咧呢度會自動顯示一啲你嘅朋友嘅玩緊遊戲嘅一啲記錄啦，譬如佢哋破咗啲新嘅記錄啊，攞咗一個獎杯啊等等，咁都會自動喺呢度顯示出嚟嘅。 気になるアクティビティがあれば、それをタップすると、そのアクティビティに対するコメントが見れたり、新しいコメントをつけることができます。咁咧，你可以去揿某一啲嘅活动啦，揿完之后咧，你就可以睇到有关嗰个活动嘅留言，甚至乎咧，你自己去留言都系冇问题噶。こういったゲームコンテンツを中心に置いた緩いコミュニケーションは、そのゲームを遊んでいる時だけではなく、遊んでいない時にも楽しさが続く。PlayStation Vita がもたらす新しい体験と言えると思います。咁樣咧，呢一啲環繞住一啲遊戲嘅一啲溝通啊、交流嘅方法咧，就會令到大家咧，即使唔係玩緊遊戲嘅時候，都可以享受到佢嘅樂趣啦。咁你亦都可以話係咧 ，PlayStation Vita 帶嚟嘅一啲新嘅體驗嚟嘅。いかがでしたでしょうか？Vitaを操作しているような感覚をほんの少しでも感じていただけたら嬉しいです。 係啦，唔知大家睇完之後覺得點啦？咁希望大家睇完咧都大概咧有啲印象，知道咧究竟PlayStation Vita 個操作嘅感覺係點樣。では、画面をプレゼンテーションに戻してください。好啦，咁我哋而家繼續去進行呢一個介紹。